回は袋のままで栽培できるナスはナスで育てる方法をご紹介します。まずは穴開けです。ハサミやドライバーのような鋭利なもので穴を開けていきます。穴はおおよそ1センチぐらいを目安に開けてください。穴を開けたら袋を立てて固定します。次に袋の上部をハサミで切ります。この点線に沿って切れ込みを入れてくてください。切れ込みが入ったら土をほぐします。土がほぐれたら植え付けをします。この時苗は茎を持たずにきちんと手で押さえ、このようにして開けてください。ほぐした土の中に植え付けます。きちんと苗が植え付けられたら支柱を立てます。これで植え付けは完了です。次に植え付けが終わったら水をあげます。水は穴から出るほどたっぷり、ゆっくりあげてください。穴から水が出たら水やりは完了です。植え付け後の管理です。植え付け後の管理はまず日当たりのいい場所に置いてください。ただし直に置くと袋の中の温度が上がって根を傷めてしまう可能性がありますので、すのこ等の上に置くことをお勧めします。水やりは乾いたらたっぷりと下の穴から水が出るほどあげてください。このままでも十分育つだけの肥料が入っていますが、より収穫を多くされたい方は
ナスはナスの肥料をお使いください。植え付け後約1ヶ月、軽く一握り程度を土を掘ってそこに軽く埋めてください。またその後も1ヶ月後、さらに1ヶ月後というように追肥していただくことで、より多くの収穫が楽しめます。夏の収穫が楽しみですね。